これから吉田邸出発です。吉田登山隊出発です。はい、撮影班行くよ。立花、はい、どうもー。山の中カメラなんでこっち向くの。やばい、会話が来ると思って、かまし、カメラ向けられてなんか面白いこと言わなきゃいけないっていうプレッシャーがさ。見て誘導してあげるよ、うん、当たる、ゆっくり、あ、当たるね。まだ浮いてるよね、これね。いや、それもそれマックスですよ。あ、でもこのあれが全然浮いてしまった。してます、ちょこちょこと頑張ります。谷川だけ。はい、頑張ります。はい、はい、よろしくお願いします。これ西黒でこう行って、うん、まあ上で体調とか時間があれば、うん、ここ行って、まあこう下ってくるか、こう下ってくるか、うん、帰りはどれが一番？帰りはロープですよ。だそうです。一択。え？あ、これ中開いてんのかな？じゃあ参りましょう。怪我しますよ、怪我し。あんまりよそ見して歩いてると怪我しますよ。ねえ、立ちましょう。ほら。ちゃんと持ち上げとかないと後でいじめられますよ。で、でも YouTube とかで見ると熊ってムカつくような感じがすごいな。半端じゃないですよ。怖いね。あ、
あんなんで襲われたら、本当に蹴るんだよ、まあ、こっちは4人もいますから、勝てますよね。誰かが生き逃げだな。結構生き逃げちゃう。生き逃げじゃん。まあ、これま、あ、ほんとだ。1ノックが 2.6 だよ。頑張ります。これが 2.6 キロするのは嫌です。ケジス、ケジス。いや。吉田さんの背中のパッドいいっすね。うん、でも全然無理。急に。あの、慌てないで確実に。あ、大丈夫ですか。樹林帯で帰ろうかなと思いますけどね。草のクッションがあるじゃないですか。クッションって大したことないじゃん。二人とも。コマネチ。やだ、恥ずかしい。あ、ちょっと待ってね。今見てみるね、場所。もうすぐぐらいでしょうね。
森林限界抜けたってこと？いや、まだ生えてますよね。まあ、そこでダメなとこの感じが。健子ちゃん。少ないんでしょ。少ない。うん、草の上らへんに岩に落ちたらかわいそうですもんね。昆虫虐待。ああ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 あ俺らはこっち来ないから帰る。あれ？吉田さんか。まあでも俺も下り道に乗ってるといいし。いやでもせっかく来たんだらいいよ。全然それは気にしなくて。いやいやいや、ほら待ってるのは構わないから俺らは。団体行動ですよ。え？団体行動、チームプレーですからね。え、でもじゃあできることなら肩の小屋から左に行きたいんですけど。右に行かないで。いやいや、何言ってんすか。それはピークハントにならんすよ。いかないですか。直前まで来て。地上あ、食った。いやん。止めちゃった。あ、抜けた。大丈夫か。いやいやいや、これはきついな。でももうちょいです。懺悔岩ってとこまでたどり着ければね。これ懺悔したよ、ね、懺悔岩。ふぅ、いやん。結構何気に少しってとこで登りきるとまた山上がるのがいつものパターン。あれはここからすでにまだ見えない。あれか。
はい。今言うんすかベイビーって言わないんだよ。ついたぜベイビー。あ、でも売店あるんだ。そう、天神みんなが OK。天コロリンした。天コロリンしたんすか。なんとか無事に帰ってきました。終わった終わった。よかった。
ったです。終わりましたね。すぐ入ってくるかな。あ、いいじゃん。まあ普通だ。帰れるところでいいか。大丈夫。どうも、何ですか。ていうか酒か日本酒の名前だ。もうちょい走りがてらそうだね。